おはようございます。12月5日土曜日、これ入ってるか、あ、入ってる。12月土曜日の、朝迎えました。今日も広島いい天気です。今日はですね、ちょっと早めに会社出たんですけど、やっぱり土曜日日曜日の車当然少ないです。で、昨日ちょっと思ったことがあってですね、実は今うちの会社は広島駅の近くなんですけど、たまたまこの界隈に用事があると私は車でなくて自転車で移動するんですね。で、つくづく前から気になっとったことで、昨日改めて思ったのが、横断歩道で待っとったら自転車で車がこう、来るじゃないですか。やっぱり止まってくれる人はですね、圧倒的に男性の人多いんですね。で、こう言っちゃいけんのでしょうが、でもこれ事実なんで言うときますが、女性の人いて、横断歩道でこう自転車で待ったり歩行者がおってもですね、意外と止まってないですね。特に12月、昨日も救急車、そして夕方は消防車、ここ消防署が近くありますから、火事があったりすると、救急の要請があるとすごいサイレンの音がすごい、鳴るところじゃあるんですね。で、東警察というのがすぐそこありますから、パトカーも用とおります。やっぱり12月入るとですね、救急車の出動がすごく多いなったのと、昨日夕方は、火事があったみたいで、この界隈じゃなかったんですが、消防車がすごい出動しておりました。やっぱり乾燥もしとるでしょうし、出かけられる時には火の元の用心、そしてやっぱりですね、これ体調異変がいつ来るか分かりませんが、私らでも体調が悪い時は自分で自分の体へのある程度異変が気づくんですね。やっぱり皆さんもですね、これ見られてる方、やっぱり体がね、ちょっと普段と違うなと思った時はですね、お医者さんに行くとかも大事なんでしょうけども、それよりもやっぱり自分の体もね、感じ取って守っていただきたいなと思います。週末最後になりましたが、今日も一日ですね、皆さん元気で、頑張っていきましょう。以上でございます。